は、はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。さて、今日もショールームをやります。お昼久しぶりにお昼配信やります。さてと、本日はね、まあなんかめっちゃ喉の調子ガラッガラじゃない？びっくりしたんだけど今。まあ全然喋ってなかったからな、ちょっと。うん。そう、ちょっとここにうさ穴つけちゃってた。いや、すごいこの横毛がね、ちょっと作業するのに邪魔だなって思ったからさ。嘘鼻をこうやってつけてる全然ね見えないけど、こうやったら多分見えるんだろうね。さあ本日はね、水曜日か。そうそう、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は元気にやっております。みんなお昼ご飯食べた？私は食べた。ブリ食べました。最近ずっとブリ食べてる。夜勤明け、お疲れ様です。お疲れ様。そうめん食べた、いいね。あ、これからだよっていう方、もう少ししたら食べるよっていう方もいますね。みんな何食べるんだろうね。うどん、うどんいいね。何うどん食べるの？トッピングとかしますか？私もう最近うどん屋さん行ってないんですよね。前はねよく行ってたんだけど最近行ってなくて。でも私はね、花丸うどんのね、なんだっけ、塩豚と月見のぶっかけだっけ、ちょっとなんだっけ、あれ名前を忘れたんだけど、それがめっちゃ好きなんですよ。名前を忘れたんだけども、そう、なんだっけあれ、塩豚月見ぶっかけだっけ、そんな名前だった気がするな。それがめっちゃ好きで、あんまりは食べないんだけど、そう。なんだっけ、ちょっとモヤモヤするから調べよう。
なんか最近さ、花丸うどんでつけ麺フェアみたいなのやってませんでした？あれね、食べたかったんだけど、多分きっと終わってるだろうな。あ、塩豚温玉ぶっかけだ。これがめっちゃ好き、私は。玉とろぶっかけもめっちゃ美味しそうなんだよね。そう、私は塩豚温玉ぶっかけが好き。今はこのクリーミーシーザーサラダうどんが期間限定なのかな。美味しそう。丸亀製麺はなんか鬼おろしみたいな感じだったっけね。ちょっとね、忘れちゃった。あ、そうだ、鬼おろし肉ぶっかけだ。これね、これも美味しそうなんだよね。ほんと最近うどん屋さん行ってないね。全然行かなくなっちゃった。冷凍うどん楽。ああ、そうなんだ。あんまね、家ではうどん食べないからね。私はだいたいうどん屋さんに行ってうどん食べることが多いから。でもまあ冷凍ってさ、いいよね、楽だよね。そう、近所の丸亀製麺朝から混んでる。あ、そうなんだ。そう、丸亀製麺ではね、なんだっけ、あれがめっちゃ好きなんですよ。メンバーに教えてもらって食べたらめっちゃ美味しかったやつ、なんだっけ。毎回名前が思い出せないっていうか、もう最近ねマジで行ってなさすぎて何も覚えてないんだよ。え、肉おろし鶏からぶっかけうどんとかめっちゃ美味しそうなんだけど。唐揚げ大好き。あ、チーズ釜玉うどん美味しそう。明太チーズ釜玉うどんもめっちゃ美味しそうだけど、店舗限定なんだ。美味しそう、美味しそうだな。でも肉うどんって美味しいよね。私肉うどん好きなんですよ。そう、これだ、釜揚げうどんが大好きで私は。んだよね、うん、めっちゃ釜揚げうどん好き。でもこの明太チーズ釜玉うどんが超美味しそうなんだけど、あー食べたいけどきっと食べられないんだろうなって毎回思ってます。天ぷらはね、柏天が大好き。たまにさ、お店によってはなんか半熟卵の天ぷらもあったんだけどね、あんま見かけない。冷やし中華食べてる。いいな、いいね、冷やし中華。そう、うどん屋さんね、昔はよく行ってたけど、ほんと最近行かなくなっちゃった。やっぱね、うどんは美味しいけどすぐお腹空いちゃうからね。やっぱお魚やお肉を主菜にしたいよってなっちゃう。ユイリーが出ているラジオから来ました。あ、そうなんですか、ありがとうございます。なんか言ってたのかな、ユイリーさん。
あ、偶然通りかかったんだ。そうなんだ、ありがとうございます、イエーイイエーイつって今ね、うどんの話してた。丸亀製麺と花丸うどんの話をしておりました。うどん屋さん最後に行ったのは先月か、先月に友達と映画見に行って、そのお昼にうどん食べた。そう、うん、スパイダーマンじゃない、名探偵コナンです。その時見に行ったのは、そう、先月はまだ公開されてないからね、スパイダーマン、今月だから公開された。そう、名探偵コナンのあの黒金のサブマリンを見に行って、もう大興奮しました。また見たいんだよな、あれ。おひるん、やっほー。すごい、おひるんって書いてなかった。まあね、うどん食べたいな。チェーン店のうどんもいいけどさ、やっぱ香川のお店のうどんって本当に美味しいなって思って、一回なんかいろんなうどん屋さんを回る時があったんですけど、それがね、めっちゃ食べ過ぎたけどめっちゃ美味しかったんだよね。一応私愛媛県出身なんですけど、まああんまり四国を回ることってないんですよ、ぶっちゃけ。そうだから香川に行くことは全然なくて、で、まあ、プライベートで香川行ってうどんたくさん食べて、やっぱうどん、香川のうどんは美味しいんだなって思いましたね。そう、なんかふとだいぶ前にお仕事で香川に行った時に、なんか近くにあったうどん屋さんに入ってうどん食べたらめっちゃ美味しかった記憶を思い出した。懐かしいな、あれ中学3年生か高校1年生かどっちかの時です覚えてないそこまで。鶏飯だっけ香川、あれマジで好きなんだよな。一角だったかな、あ、骨付き鶏だっけ、骨付き鶏も有名だっけ。お、鶏美味しかったんだよねマジで。お弁当で食べたんだけどめっちゃ美味しかった。香川のうどんは基本安いので。そうなんだよね、たまにね、東京で、いや、うどんにこんなにはかけらんれんよ、みたいなお店全然あるけどね。その、まあ、私も、まあ、香川、まあ、愛媛だからさ、その香川の値段で、
育ってるから結構か、ね、うどん安いもんだと思ってるから、東京駅とかさ、おーおーおお、まあまあいい値段するねみたいなのありますね。そう、あと香川ね、観音寺まんじゅうが大好きで、そうたまに差し入れであるんですけど、本当に好きなんですよ観音寺まんじゅうが。もうね、大好きあれ。そう、香川でね、行ってみたいうどん屋さんあるんですけど、それがね、めっちゃ美味しそうなのよ。一応名前調べるわ。そうだ、うどんバカ一代だ。これがね、めっちゃ美味しそう。あの、何が美味しそうかっていうと、なんだっけ、ちょっと待って、メニューの名前を一旦調べる。あ、そうだ、釜バターうどんがめっちゃ美味しそうなんだよ。これが私食べてみたい、釜バターうどんが。そう、絶対こんなんね、温泉卵とか乗せたら美味しいと思う。あ、天ぷらもあるんだ。いや、二郎系ラーメンではない気がする。え、わかんない、ごめんなさい、私二郎系のことを本当に知らないから、なんか二郎系イコールめっちゃなんか大盛りみたいな感じのイメージあるけど、そんなんではなかった気がする。そう、行ったことはないからあれなんだけど、ここにね、行ってみたいんだよね。めっちゃ美味しそう。でも私はあの日の出製麺所のうどんが大好きですね。大好きっていうか、その私がうどんたくさん食べて回った中で結構トップで好きだった。そう、でもあとはね、なんかうどんって言ったらあれだな、福岡でうどん食べたことあるんですけど、それもめっちゃ美味しかったんだよね。ごぼ天じゃなかったけどさ、そう、今だったらごぼ天食べられるけど、その時はちょっと食わず嫌いがあれだったからさ、食べられなくて。あれね、絶対美味しいんだろうな、今度行ったら絶対食べるもんね、福岡のうどん。そう、ガモうどんはね、あのお揚げが美味しいって言われてるとこなんですけど、私的には鶏天もめっちゃ美味しかった記憶がある。鶏天、鶏天っていうのか、そうだね、鶏天がマジでめっちゃ美味しかった記憶がある。さあ、食べたくなってきた、お昼食べたばっかなのに。そう、日の出製麺所はお昼の1時間ぐらいしかやってないんですよ。そうそう、確か。そう。
そうでもな、だからさ今度は、まあ、プライベートって言っても家族で行ったわけじゃないんだけどさ、そう、まあでもこの話はね何回かしたことあるんだけど、その時にあの共演したキャストさんたちと行って、そう、あの舞台中だったんだけど、そうって行ったんですよ。だから今度は家族で行きたいなって思って、なんか変に濁してもなんか嫌だなって思って、まあ何回も話したことあるからあれなんだけど、そう、でもそう家族にはねお土産で、せにあの日の出製麺所と谷川製麺だったかな、違う、谷川うどんでも名前を忘れましたのうどんを買ってお土産にして、美味しかったよって言ってた。そう、シャツ素敵です、ありがとう。これ実はワンピースなんだ。そう、いや、でも私夏服のワンピース全然持ってないなって思って今見たら、そう、全然持ってなくてびっくりして、全然は嘘か、でもこれともう一着と全く着てないのが2、3着、いや2着か、ほんと少なくて夏服のワンピース、もう一着欲しいなってめっちゃ思ったんだよね。そう、もうね、あの、なんて言うんだろうか、もうコーディネートが何もわからん、もうちょっとめんどくさくなってきたかもっていう時にめっちゃさ、やっぱワンピースって役立つから、ちょっとごめんね、気のせいか、いやごめんなさい、なんかすっごい目に違和感があったから、なんかゴミ入ったのかなと思ったけど何もなかった。いや本当に日の出製麺美味しい、麺が美味しかった、あとお肉入れたらもっと美味しかった麺がめっちゃ美味しくて、日の出製麺は私の中でね、そうだからね、また行きたいなって思った。でもねやっぱうどんいっぱい食べたからさ、ちょっとあいふやになったとこもあって、でも日の出製麺めっちゃ美味しいって思った記憶はあるから、そう、そうワンピースめっちゃ楽だからね、あと2着ぐらい欲しいんですよ、なんでそんな持ってないんだろうって思うぐらいには欲しい。そう、でも新しい夏服欲しいんだよね。そう、全然なくてさ、もう私あんまりお洋服買わないんですよ。っていうのもその買いたいなっていうお洋服がなかなか見つからないというのに今ハマっておりまして、そう、そういう状況になってて、だから本当に見つからなくていいなって思えるお洋服が、そうだからずっと探してる。もうだから結構ね、お店を見に、お店に見に行ってももう試着せずに帰るとか、ちょっと元気だったら試着はするけど買わないってことがほとんどで、なんか試着しないで試着だけして買わないって本当申し訳ないなと思いつつ、でもやっぱ試着はねちゃんとしないとさ、やっぱお金を使うわけだからで毎回ちょっと戻しでって言ってるんですけど、そう、本当にマジでいいなって思えるお洋服は見つからないんですよ。いや素敵なお洋服はいっぱいなんですよ、世の中に素敵なお洋服はいっぱいあるんだけど、私のその心にビビッとくるのが見つからないんですね。はい、そうビビッと来ないんだよね。だから結構なんか通販の方がよく見つかるから、通販で買うこともね何回かあるんですよ。
そうそう。でもなんかね、お洋服今日も何も見つからなかったなって思う日が一番なんか心に来る。そう、一番心に来るのは、あ、今日も何もいいのなかったなって思う日が一番心に来ます。そう、とか結構やっぱ通販で見てもなんか、あ、実際に見るとうわーなるほどみたいな、通販というかネットで見て、あ、ちょっとこれ気になるから見に行ってみようみたいな風に思っても、うわー思ったのと違ったっていうことが8割ぐらいある。そう、でもとか生で見て満足しちゃうっていうことがまあまあ多いですね。8割は言い過ぎだ、6割ぐらいかな。そうね、でもネットで見て見に行って買うこと少ないな。8割ぐらい いけるかも、うん、嘘じゃないかもしれない。本当になんかそれぐらい、あー違ったみたいな時があって、だからお洋服が増えないのマジで。これ買ったの、このワンピ買ったのいつやっけ、2020年か2021年とかです。とかなんかこういう服も可愛いけど、なんかいろんな人着てそうなのちょっと嫌だなって思っちゃう。まあそれがね、よくない、よくないかもしれないんだけど、そうそう、なんかこれいろんな人着てそうでちょっと嫌だなみたいな。なんかね、まあ、最終的にはいろんな人が着てそうでも、あ、めっちゃ可愛いと思ったら買うんだけど、うわめっちゃ可愛い、これ絶対に着たいってならない限りは、いろんな人着てそうってなったら買わないことが多いです。だから古着屋さん巡りとか好きなんですよ。安いとこもあれば高いとこもあるけどね、古着屋さんは。そうそう、はい、というわけで、じゃあちょっとね、中途半端ではあるけど今日はここら辺で終わりにしたいと思いますので、ランキングをね読んでいきます。13位から13位カリネコでも好きだよさん、12位カラスのカーコさん、11位ダブル流星さん、10位オクタゴンさん、9位ハヤちゃんさん、8位プレジョンさん、7位飯田ひろゆきさん、6位モノサルさん、5位夏目さん、4位トシくん、3位ママさん、2位大粒ちゃん、1位がマッツさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。夜も配信する予定なので、じゃあまたね、ありがとうございました、またね。